夏風が残る窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本の木、どこから来たんだいと笑う。目隠ししたまんまの午後3時です。 私なんて誰に理解もされないまま、街や連れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちで焼きらめて。 少しだけ揺らして見せた。